はい、こんにちは、シアスカです。素晴らしい人間関係で幸せな人生をということで、コーチング講座の第20回になります。ご視聴感謝してます。今回第20回のテーマは純節で語るです。ぜひ最後までご視聴ください。まず自分を変えるということですね。コーチングは相手を変えるための考え方やスキルではありませんと。相手を変えることはどんな手法でも絶対にできませんと。自分自身を変えるための考え方やスキルですと。自分が変われば鏡として映っている環境もやがて変わっていきますということですね。で、基礎基本が大切ということで、基礎基本というのは感謝に徹する、尊重する、相手の望むことをするということです。で、これらが、しっかりとね、本当にこう心に腑に落ちている場合は、テクニック、ノウハウ、スキルっていうのはね、実は自然にできてしまうものなんだということです。逆に基礎基本を徹底するためにスキル、テクニックっていうのをね、日頃の行動に移したり習慣化させていくということにもなります。はい、第20回は純節で語るというテーマになります。で、人っていうのは年齢性別関係なく人からの否定や非難っていうのを強く恐れながら生きていますと。これはですね、本当に関係ないんですね。例えば60代70代80代の方だったとしてもね、何か人から否定されたり非難されるっていうことは、はっきり言うと抵抗力がないですね。なので、相手がね、大人だからとかね、年長者だからとかっていうことは全く関係ないということです。基本も子供と全く一緒でですね、もう何か人から否定されたり非難されるとですね、すごくこう傷つくと。なので傷つきたくないので、ものすごくこう恐れているということは、まず覚えておきたいということですね。なので、相手に対してどれだけ善意だったとしても基本的に相手を否定したり非難したりすることは避けた方が安全ということです。100人に1人から1000人に1人ぐらいはですね、本当にね、自分のこととしてね、受け止めて、その自分自身に対してのその厳しい指導っていうのをね、取り入れるというような度量を持った人っていうのもいるんです。で、やっぱり人生っていうのは、こう自己否定っていうのもやっぱ大事は大事なんですよね。自分自身っていうものを否定して、より新しい自分に生まれ変わっていこうとする。そのためにね、厳しい指導者から強い指導を受けるってことは、本当は大切なんですよ。その指導される力ですよね。指導する力ではなくて、指導される力。自分自身、この人ね、言いにくいことなのに自分のためにね、言ってくれたんだなということでね、それを受け入れて、そのアドバイスを自分の実践に移していくと。そういうこう自己否定っていうのは本当は大切なんです。ね、もし自分がね、ちょっと人とは違うね、何らかの素晴らしいこう夢を実現したいとかもね、目標を達成したいって言った時は、やっぱり過去の自分を否定して、今からの新しい自分を作っていくということは大事なんですけれども、その否定とかね、指導、厳しい指導というのをね、受け入れられる人っていうのは、まず100人に1人いるかいないか、おそらく1000人に1人ぐらいです。だから、どんな時代もね、古今東西関係なく、やっぱ成功者っていうのは、確率がすごい少ないんですよね。ほとんどの人っていうのはやっぱりこう否定とか厳しい指導っていうのをね、それは自分に対しての愛の無知なんだっていうふうにこう受け止められる人っていうのはほとんど実際はいません。少なくても100人中99人以上はもう単にね、相手のことを敵だとかね、自分のことを理解してくれてないんだっていうふうにこうね、受け入れます。それはね、論理っていうよりはもう感情的にやっぱりね、そこまでやっぱ成熟できている人っていうのはなかなか少ないんですね。だから基本的には安全です。よほどね、見込みがあると。いや、この人はね、本当にね、それこそ100人中ね、1人、もしくは1000人中1人の逸材だということで、この人のためにはね、たとえ嫌われたとしても、ね、これは伝えてあげた方がいいということであれば、そういうね、本当に心からね、見込みのある人に出会えた場合は例外
ていうのがあるかもしれませんけど、まあそういう人っていうのはめったには登場しませんので、なので基本的にはね、もう人を否定したり非難したりね、厳しい指導をしたりっていうのは避けた方が安全ということです。まあ、それの前提を踏まえた上で接続詞っていうのは大切ですよということです。文章と文章をつなぐ接続詞っていうのは相手に印象を与える印象が大きくてとても大切ですということです。まあ、接続詞っていうのを大きく分けると順接と逆接ですね。だからそしてそれでっていうね、順接文章をそのままつなぐ文章、言葉と、もしくはね、前の文章を打ち消して新しい文章をつなげる逆接ですよね。しかしだがそれけれどもということです。でちょっと具体例を出してみたいと思います。で同じことを言ってもね、印象っていうのが全然違ってきますよということです、ね、例えばここの部分は素晴らしかったですね、そしてここの部分を改善すれば完璧になるでしょうねというふうに言うのと、ここの部分は素晴らしかったですね、しかしここの部分を改善すれば完璧になるでしょうねとね、変わったのはそしてとしかしってただ接続詞だけです。でも聞いていただいたら分かったと思うんですけど、印象が全然違うと思うんですよ。で接続詞が一つ変わるだけで文章が与える印象がまるで変わってきてしまうということです。順接であれば相手を褒めた印象のままより良いものの提案という形で相手に伝わりますということですね。ここの部分は素晴らしかったですね、そしてここの部分を改善すれば完璧になるでしょうね、相手を褒めてますよね、そしてっていう言葉の後につなげてるのはね、単にこう軽いこう提案みたいな感じですよね。ところが逆説であれば相手を褒めたのはその後注意をするための前振りのような印象として相手に伝わると、ね、褒めたことっていうのがなんか印象として消えてしまって、作為的な感じ、ね、むしろ言いたいことっていうのは注意だったんだなみたいな感じで、もうなんかねちょっと意図的作為的な感じっていうのを相手に与えてしまうんですね。ここの部分は素晴らしかったですね、しかしここの部分を改善すれば完璧になるでしょうねっていうのは、もう褒めてる部分を基本的に打ち消してるんですよね。そしてもう結局言いたかったのは指導でしょっていう、こう注意でしょっていう相手に印象を与えてしまうわけです。で相手に何かを伝えるときっていうのは逆説は基本的に使わずに話すのが基本ということです。まあ最初に言ったんですけどね、基本とは人っていうのは自分をね、進化成長させていくためには自己否定っていうのも大事は大事なんですけど、その自己否定っていうのができる人っていうのは本当に少ないんですね。だから、本当、これはね、この人はね、100人中1人か、下手すると1000人中1人ぐらいの、本当に見込みがある人だなと思えばね、厳しい指導をしたり、ね、そのためにね、しかしとかっていう、こう強いね、言葉を使ってもいいと思うんですけど、まあ、そういう人っていうのは滅多にいないので、まあ、順接っていうのが基本、ね、逆接を使わないっていうのが基本です。逆接は否定や非難っていうのを相手に感じさせてしまう接続詞ということです。そして人っていうのは年齢性別関係なくね、否定や非難っていうのを強く恐れながら生きていると。なので逆説が聞こえた瞬間、ビクンと相手をね、萎縮させてこう怖がらせてしまうんですね。次何言われるんだろうっていうふうにこう身構えさせてしまうということです。で双方向の会話っていうのはね、基本的に順接、まあ、そしてとかね、だからというのを中心に話す。もうこれを意図的にね、今日気をつけて話すと。もう逆説っていうのをもう基本的に使わないと。もう滅多なことではね、使わないということを常に意識して、順接を中心に話す。そしてとかだからで文章をつなぐっていう練習をしていくということですね。でそうすると相手は会話の途中で違和感を感じずに聞いた内容をスッと受け入れてくれるようになるということです。ね、でそしてその積み重ねの延長に良好な人間関係を築いていくことができるということですね。まあ、こういったね、今からはしかしとかだがとかね、相手が言ったことを否定したり、ね、打ち消したりするんじゃなくて、常にね、そしてとかだからでこう、まあ、肯定的に相手と会話をつないでいくと。まあ、こういうね、たった一単語を変えていくっていうのは本当にね、今日からでもすぐにできることなので、まあ、こういったことっていうのはぜひね、すぐに取り入れて実践に移していただけると、まあ、効果っていうのを感じやすいんじゃないかなというふうに思います。
はい、次回第21回は失敗を語るというテーマのお話を聞いていただく予定です。次回もどうぞお楽しみに。もし今回のお話がですね、何らかの気づきのヒントになったということであれば、ぜひグッドのボタンで応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。